はい、エンパスなチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。エンパスのゆうすけです。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。早速なんですが、今年2021年中に登録者数が1000人いかないと、このチャンネルをちょっと閉鎖しようかなという目標も立てていますので、引き続き動画良かったらチャンネル登録といいねボタンを引き続きよろしくお願いしますというのを今回から冒頭でお伝えするようにさせていただきました。で、今回のタイトルなんですけど、2021年の冬至についてスピリチュアル観点からお伝えしますという内容をお届けしたいと思います。まあね、冬至っていうともだいたいね、また切り替わる時期だったりすると思うんですけど、それについて、私の観点も含め動画ではお伝えしたいと思います。で、今回2021年の冬至はね、いつでしょうかということもあらかじめ復習がてらね、もう知ってる方が多いと思うんですが、お伝えしたいと思います。2021年の冬至は12月22日の水曜日となっております。まあね、だから、まあ水曜日だからどうってことはないんですけど、まあ覚えておいていただければなぁなんて思っております。もう一度お伝えしておきます。2021年の冬至は12月22日の水曜日となっております。で、早速ですね、ここからがスピリチュアル的なお話になると思うんですけど、まずね、2021年の12月22日をですね、エンジェルナンバーで受け取ってみました。その内容をシェアさせていただきたいと思います。で、まあ、1222としてメッセージを受け取ってみました。で、その時に、まあ、皆さんにも言えることだと思うんですが、この動画を特に見てくださってる方、エンジェルナンバー1222は、あなたご自身の欲望や欲しているもの、地球での目標だったり、あなた自身の欲望を明らかにするのを助けます。その際に天使や宇宙のパワーが舞台裏で働きかけます。あなた自身があなたが望む最高の状態を意識し、集中し続けるべきですといったメッセージが届いております。ということで、これ何というかというと、まあ私の解釈なんですけど、当時のね、1222までに、まずはご自身がね、もう今の時期ですが、地球で行いたいことであったり、ご自身が心に素直になって欲求しているものとか、それをぜひぜひ当時まで、数字がも出ておりますので、日付が出ておりますので、ぜひぜひ動いてみるといいんじゃないかなと思います。で、その際に天使や宇宙のパワーを受け取りながら進むことができるんじゃないかなという観点になります。いかがですか？確かにそうだと自分も思っております。で、次なんですけど、二極化の話。まあね、大体もう冬至の話をすると、まあ二極化の話っていうのがちょっと絡んでくるっていうのは、もう大体、スピーチあるの携わってる方とか、この動画にたどり着いた方っていうのも分かるんじゃないかななんて思うので、まあ大体もう詳しいところはちょっともう伝わってるだろう精神でちょっと省かせていただきながら、今回は二極化について私がお伝えしたいと思っております。で、まあ、スピーチャーで言われてる二極化の真実っていうのを以前ねお伝えしたと思うんですが、まあ何度もね、お伝えしたいんですが、どちらを選択されたとしても、もうそれはね、あなたご自身の自由で悪い良いはないっていうのをお伝えしたいと思います。ご自身がしたい方向、選んだ方向を信じて向かっていけばいいだけだと思っております。だから、ここの二極化に関しても補足しておくと、まず、まあ、自分が選んだ道について本当に
信じていいんじゃないかななんて思っております。で、動画に至ってはこの二極化についてヒントをお届けしたいと思います。まあ、これはですね、前の、私がエンパスで書いていたものなんですけど、まあ、二極化ということなんで2つ A と B ということでちょっと読ませていただきます。 A 原理へ近づき、意識を受け入れ、心地よくこの地球を生きし者。 B 原理へ近づけるため、理想を追い求め、この地球を返し者。これね、微妙に違うんですよ、 A と B。 まあ似たような文章だったり、まあ意識とかあったり地球とかいう言葉が入ってるんですけど、 A と B の内容が若干違うんですよね。もう一度読ませていただきます。 A が原理へ近づき、意識を受け入れて、心地よくこの地球を生きし者。で、 B が原理へ近づけるために、理想を追い求め、この地球を返し者となっております。まあね、もうね、これは、この違いって、 A と B との違いって、スピリチュアルワークをたくさんされている方であったり、もう勘のね、直感がいい方とかは気づくはずだと思います。まあ、ただ何度もちょっとこれは言わせていただいてるですけど、 A、B どちら選んでも本当にご自身の選んだ道を信じればいいだけっていうのを本当に理解していただければななんて思っております。ということで、本当にね、答えは自分自身の中にあると思っていただいて進んでいただいた方がこの時期は本当にいいと思います。自分を信じること、本当にそれが大事です。他の方のご意見とか他の方の情報とか、まあ、参考にするのはいいんですけど、本当に最終的に決めるのは自分、自分がいいと思った、自分がワクワクする、自分の心に素直にっていう感じで、ぜひぜひ選んでいただきたいななんて思っております。で、次、一人じゃないのということで、歌があるって思うので歌のタイトルではないです。原理に近づきね、その両方ともあったと思うんですけど、原理に気づき近づいていくときにですね、恐れが出てきてしまう方もいると思うんですよ。で、その原理が一人でどうにかしなきゃとか、私自身の問題だと捉えてしまうことが多いっていうのがその原因の一つだと思っております。で、原理にね、近づきつつある存在同士であれば、惹かれ合ってつながることができます。だから原理が違うと本当に違和感を感じて、あれれれとなるんですよ。同じようなライトワーカーの方であったり、スピリチュアルに携わっている方であっても、原理が違うことなんて本当ザラにあると思っております。で、そこで何が本当に重要かというと、いかに自分らしくいられるかがポイントとなってきます。同じ目線、同じ原理を秘めているソウルグループであったり、ツインソウル、ツインレイなど自己の原理がはっきりしていくとつながりやすいのです。まあ、今回分かりやすく原理としてお伝えしたんですが、まあ、原理という言葉っていうのをうまく使わせていただいたんですが、まあ、人によってはね、それを原理を使命とかだったり、自分のしたいこととか宿命とか目標とかでもいいんですけど、呼び方は様々だと思うんですけど、それが同じ目線の方とか、同じ原理、同じものを目標とか使命とかを秘めている人同士で惹かれ合うとか、そういうことをすると本当に早くなってきます。だからそれをね、探すために当時までいろいろ動くっていうのもありなんじゃないかななんて思っております。まあ、もうね、本当に流れが早いので、自分のね、そのいかに自分らしく入れるポイントとか、自分の軸とか、自分のその A と B とか分かれてるものとしても、自分の心とか気持ちがはっきりしていけば、本当に周りがね、すごく惹かれ合うので、どんどん引き寄せが起こると思うので、ぜひぜひ自分のね、もうそろそろこの時期になってきますので、冬至に向かって自分の気持ちを
本当に素直に聞いてみて、そこに向かって進んでいくっていうのが本当にキーポイントかもしれません。で、自分らしくあるために地球を生きるためのキーワードと思っていただいてもいいかもしれません。それに基づいて動いていくと、自然とソウルグループであったりツインソウル、ツインレンの方とも出会えたりとか、引き寄せがよく起こると思います。ということで、今回は2021年の冬至までの過ごし方についてお届けさせていただきました。で、まあ動画でもね、結構書いてるんですけど、まあいつも概要欄に書いております。記事でその今読んだ内容とかもちゃんと書いてありますので、ぜひぜひ合わせて見ていただければななんて思います。で、最後にまた何度もで申し訳ないんですが、このエンパスなチャンネル、 YouTube チャンネルなんですけど、自分自身も2021年の冬至をめどにですね、登録者数が1000人いかなかった場合はもう閉鎖しますと、本当に他の動画でも伝えてるので決めております。なのでぜひぜひ、まあいいこと言ってるなって、このエンパスのゆうすけさんなんか意外にいいこと言うじゃんとか、まあ面白いこと言うやつだからと思ったら、ぜひぜひいいねボタンとエンパスなチャンネル登録も本当によろしくお願いいたします。まあ本当にね、何事にも地球だからこそ、起源の定義とか数字とかでの可視化って本当大事だと思っております。で、その意識をねフォーカスして自分も活動していきたいななんて思います。本当にまあ余談になるんですが、スターピープル、スターシードの方は結構自由にねやりがちなんですけど、まあ地球だということで目標というものを設定しながら2021年は動いております。ということで、皆さんぜひ動画見てくださった方のご協力が必要となってきております。ということで、長くなりましたが、今回は冬至についてお伝えしました。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。エンパスのチャンネル、エンパスのゆうすけでした。またねー。